今週のはしかりは仙台名物牛タン特集。シンプルだからこそ技が光る各店のこだわりを紹介します。うちの牛タンは、一つ一つ手振りで味をつけて寝かしてますんで、それが一番の特徴だと思います。牛タンをより一層柔らかく食べていただきたいということで、あと牛タンに切り身を入れてます。そうすると食べやすく歯切れがよく食べれるようになっています。タレ味と味噌味もございます。最初の頃は塩味しかなかったので、もっと多くのお客様に食べていただきたいということでタラ味をまず開発しました。一応客層が広いので、小さいお子様からあと年配の人まで家族連れで来ていただいています。テールチゲ鍋といいまして、牛テールの一番根元の部分の大きいところを使ってコラーゲンたっぷりなピリ辛風になってます。牛テールの他に野菜ですね、あと牛タンつくねが入ってます。コラーゲンたっぷりなので女性のお客様にもぴったしだと思います。常禅寺通りはイベントが多いので家族みんなでいらしてください。よろしくお願いします。はしかりでは皆さんのおすすめを募集しています。ご覧の SNS にグルメ、スポット、お気に入りなど投稿してください。お待ちしています。